皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。川栄李奈さんが3代目ヒロインを務める NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディ。2022年4月6日放送第110回。2003年のクリスマス。岡山で開催されるクリスマスジャズフェスティバルの当日。ラジオから聞こえてきた兄平川の驚きの告白で、彼女はルイの母安子であることが明らかに。アメリカに帰る予定だという兄を引き止める役目は日向に託されます。しかし急いで関西空港へ向かった日向でしたが、時すでに遅し、飛行機は飛び立った後でした。そしてそれは安子が娘のルイとの再会を拒絶したことを意味していました。もうええんや。お母さんのことや。アメリカへ帰ったら、キャリアも何もかも捨てて、そのまま姿を消すと思う。そういう人やさかい、私のお母さんは。と、ルイは、現実を受け入れるしかありません。そしていよいよ、トランペッター、トミー北沢&ピアニスト大月丈一郎のセッションが始まります。それを涙で見つめる小暮さんを見て、こっちが泣けてきます。そして控え室ではステージを目前にして、ルイの心は揺れていました。母に届いてほしいという思いからステージに立つことを決意したのに、もう叶わないとはっきりしてしまったのです。駆けつけてくれた親友の一子に、お母さん自身がもう私に会わへんって決めてるんやったら歌う意味あるんやろうかと迷いを打ち明けるルイ。そんなルイのために一子はお茶を立てると、私にもわからんわ、そのお茶に意味があるのかどうか。けどな、意味があるのかないんかわからんことをやる、誰かのことを思ってやる、それだけでええんとちゃうと語りかけるのでした。一方、仕方なく肩を落として、日向が岡山に戻ると、フェスティバル会場、開校舎の前に、なんとアメリカに飛び立ったはずの兄、安子の姿が。おばあちゃん。と、日向は急いで駆け寄ろうとしますが、それに気づいた安子は、慌てるように走り出し、逃げてしまいます。78歳の安子ですが、日頃からかなり体を鍛えているようです。38歳の日向が必死に追いかけても追いつけず、ついには見失ってしまいます。おばあちゃん、予想以上に走ってましたね。このくらい元気なら、2025年、100歳になっても達者かもしれませんね。かっこ、笑い。そして、必死に走り続けた安子がたどり着いたのは、昔何度も通った神社でした。安子は、そこで力尽き、倒れ込みながら、ルイと娘を思うのでした。SNS 上には、ミノルさんが戦死した時に安子が願った場所だ。最後が神社、深いって。安子さんが、ルイさんの名を口にした時点でルイ戦崩壊。あの神社で明日を迎えるところが憎い。まだ迷いがあるから、自然と足が神社に向かったんだろうな。娘に会いたいに決まってるもんな。といった声が寄せられていました。次回、4月7日放送111回では、岡山の開校舎で行われたクリスマスジャズフェスティバルは、大盛り上がりの中で終演を迎え、日向とルイは聖夜の奇跡を喜びます。年が明けて、映画、サムライベースボールが公開されると、再び来日した兄は、といったお話になるようです。今回、注目ポイントがもう一つ。フェスティバル会場では、観客におはぎが振る舞われていました。和子さんも、美味しいわーと感激していましたね。すると健一さんは、横須賀におった時からのお気に入りの店じゃ。今日もスポンサーになってくれとる。
岡山の百貨店にも入ってる、と説明してくれていました。出征から戻ってきた健一さんが横須賀にいたことは、安子編の時に語られています。今回のフェスティバルのスポンサーには、株式会社、立花の名前もあり、どうやら、立花本店は横須賀にあるようです。こうなると、視聴者が想像するのは、安子の父、金太の最後を見取った、あの時の、おはぎ少年。SNS 上では、やっぱり、あのおはぎの少年か。いろいろ想像できるところがあって楽しい。おはぎの少年ともとお弟子さんが、どこかで出会ってたらそれも面白いよね。立花のおはぎは、まさかの横須賀、おはぎの少年で、間違いないだろな。などの声が寄せられていました。そして今回も、冒頭は、2022年の日向が描かれていました。NHK から、ラジオ英語講座の講師を依頼されて迷っていた日向。久しぶりに、映画村を歩きながら、思いを巡らせていると、おひなではないか、と、虚無さんに声をかけられます。かなりのご高齢と思われますが、相変わらず元気そうな虚無さん。思い悩む、ひなたの心境を見抜き、何ぞあったか、と問いかけてくれます。そして、そなたが鍛錬し、培い、身につけたものはそなたのもの。一生の宝となるもの、と、文ちゃんへの鼻向けと同じ言葉、でも、今回は続きがありました。されど、その宝は、分かち与えるほどに、輝きが増すものと心得よ。なんとも虚無さんらしい言葉で、背中を押してもらって、日向も心を固めるんでしょうね。それと、カムカムの音楽を担当されている金子隆弘さんもピアノで登場してくれていましたね。こういったサプライズは嬉しいですが、終わりが近づいているってことなんですよね。今回は、日向がおばあちゃんを背負って、会場の扉を開けたところでラストかな、と予想してたのですが、引っ張りますね。聖夜の奇跡は明日でしたね。あと30分で、2025年まで、ちょっと心配になりますが、信じて見届けましょう。ここからは、ネットの声をご紹介します。アニーさんの激走に驚愕しました。日向が追いつけないって、朝一に寄せられた地元の方からの情報で、ドラマの演出だと思うけど、あの距離を実際に走ると5キロくらいある。と聞いて、一体、アメリカで何をしていたんだろうかと考えてしまいました。かっこ、笑い。最後は倒れ込んでしまったので、予告編で流れたように、日向がそこから背負って、フェスティバル会場まで走るんでしょうね。頑張れ。日向。最終回まで、あと2日、楽しみにしていた朝ドラ、安子さん逃げないでください。るいちゃんもお母さんに会いたいんですよ。最終回は、ハッピーエンドで、泣き泣き。茶化したくもなるだろうけど、そこはドラマと割り切って、どっさに、必死に逃げてしまった行動から、何を考えているのかを想像して、明日を待つ。あの逃走ルートは、ミノルさんの秘宝を知った時と似ていることから、本能的に向かった先が、あの神社だったのかな。おばあちゃん早すぎるって、日向何してんの、早追いつかな。って、なんで安子さんそこまで、一生懸命走るんですか、逃げるんですか。もうあるいはあなたを許してますよ。ルイに会ってやってください。お願いします。予告で、日向がおんぶして会場に入ったのは、今フェスティバルをやってる会場だったんだね。そして三人が会う。安子、ルイ、日向の100年の物語で、最初で最後のシーンになるんだろうな。日向は安子さんの仕事を継ぐため、アメリカに行く。それが最終回なのかな。予定されてた飛行機に乗らなかったのに、日向が来たら逃げるとは、どういうつもりだったのか。ルイを励ますために、一子が、客席でステージを聴いてないことが悲しい。最後の一曲は聴くんだろうと分かってるけど。
ヤスコはこんな風にルイの気持ちをかき乱しておいて、逃げるなんてひどいな。飛行機に乗らずに岡山まで来といて逃げるとは、ヤスコはやっぱりサンタの妹だったということだね。三代で、ヤスコだけどうしても共感できないヒロインでした。だけど、走って最後に倒れたところでのルイはちょっとジーンときた。森山さんが、やっとヤスコに見えてきた。兄妹い、ヤスコのロングダッシュ。日向に追いつかれないどころか、マックスほどの脚力と体力は、この日のために日々鍛錬していたに違いない、笑い。そして、たどり着いた願いの神社。明日は、ルイがサニーサイドを歌い始めると、ミノルさんが現れて、もういいよ、と、ヤスコに語りかけ、ようやくご対面できるかな。みんな間違う。そして、その間違いを受け入れて、前を向いて、一緒に、日向の道を歩んでいってほしいです。ヤスコは、結局は逃げる人、とルイは思っているのですね。ルイは正面から立ち向かって切り開いていく。今朝のルイちゃんの眼差しは怖かったな。ベリーちゃん、お茶をありがとう。ヤスコの悪い癖をルイがビシッと指摘してましたね。向き合わず逃げてしまう。あの時きちんと話していたら、向き合っていたら離れることはなかったかもしれない。ヤスコ自身も悔やんでも悔やみきれない後悔の中で、それを忘れるために兄になっていったんでしょう。日向が説得するのかな。もう、いいんだよ、と。おばあちゃん。と追いかける日向ちゃん。朝一で商店街を走ったと話していたのはこれだったんですね。日向ちゃんと安子さん、走って。安子さんがたどり着いたのはあの神社。安子さんは、本当悪いちゃんに会いたいのよね。もう戻らないと空港に行ったけど、飛行機に乗らず、開港車に行ったのよね。ルイちゃんが、もうええんや。お母さんのことや。アメリカへ帰ったら、キャリアも何もかも捨てて、そのまま姿を消すと思う。そういう人やさかい、私のお母さんは。と言ってましたけど、ヤスコさんは、本当は、ずっと、ルイちゃんのことを気にしていたと思うし、会いたかったと思う。誰かのこと思うてやる。それだけでええんと違う。と言ってくれた、いちこさんの言葉に。いちこさんが立ててくれたお茶に。ルイちゃん、少しは気持ちが落ち着きましたかね。明日は会えるといいですね。今日は、虚無蔵さんとベリーに感激しました。さすがは人生の師匠。悩み事ありと察して、人生訓となる言葉を授けて、颯爽と去っていきました。もうかなりのお年なのに、相変わらず、佇まいも変わらず素敵です。そしてベリーこといちこさん。いつも押し付けがましくないルイに寄り添った言葉をかけてくれます。彼女もまた、ルイにとってなくてはならない友達ですね。ひなた、頑張って。もう少し。圭一さんが戦後にいた横須賀にある和菓子屋が、岡山の百貨店に支店を出している。これだけで伏線回収にしてほしくないですね。一番可能性があるのは、金太を見とった少年だろうけど、もう少し情報が欲しい。絹さんの親類の可能性も残ってる気もするし。残り2話だけど、いろんな意味で楽しませてくれるドラマです。圭一さんが戻ってきた。横須賀、まだ戦後間もないことからして、おはぎの少年は、まだ大人になっていないよね。やっぱり元お弟子さんなのでしょうか。だけど、お弟子さんだとして、勝手に、立花の矢後を使うかな。まだ謎が残りますね。まさかこれで回収完了じゃないよね。多分、もう一回はっきりさせてくれる場面があるはず。ルイに一口食べてもらえば同じ味かはっきりするんだけどな。でもルイは今それどころじゃない状況なので、落ち着いたら食べていただきたい。あと2回何があるのか楽しみです。お弟子さんが戦地から帰還して岡山に帰ったけれど、何もなくなっていて誰もいなかった。そこで縁があった横須賀に行って立花を再興したように思います。
おはぎだけでなく、包装紙も復元しているとなると、お弟子さんしかいない。岡山のデパートに入っているのも、岡山の橘との縁を大事にしているからだろう。でも、もしかしたら、おきぬさんも何か関係していることも考えられる。あとには、本当に回収できるのか。おはぎの少年にしても、きぬちゃんにしても、お弟子さんにしても、何でもいい。橘の名前を使っていることに、意味がある。だって、橘の人々は誰も残っていないから。橘のおはぎに癒され救われたのだ、きっと。ルイが食べるシーンはあるのであれば、この味は、と、驚くでしょう。絶対に回収してほしいのは、橘だよな。赤の他人が、偶然、橘さんだったっていうのは、藤本さんの脚本らしくないし、回収しないで終わるのもらしくない。ルイと安子の対面感動話だけで、尺が足りなくなりそうではあるが、あの時のおはぎの少年が、実業家になって、恩のある、橘を復活させてくれたって話になることを希望する。あとは日向は結婚しないの問題。2022年の状態を見てると、バリバリの仕事のできる女になってるみたいだし、結婚が全てじゃないんだけど、三代の物語は、三代目で、ズバリ終わるってことになっちゃうんだね。海外から来るのは、ビリー・シロタ。映画に出てるのかな？今日は、フェスティバルのピアノが金子さんだった場面で叫びました。あとやっぱりイチコみたいな友達っていいね。おはぎが横須賀のお店ってことだから、橘家の橘は関係ない。美味しいってことだけは分かったけど。明日は、日向が転んだ安子を捕獲して会場に行くのだろうけど、それからどうなるのだろう。あと2回どうなるか。もう最終回を見届けるまで、何も手がつかない。コンサート中、音楽担当の金越ピアノ&すごいメンバーの演奏がありました。でもトミーは、あの仁王立ちのレッドホットしか吹いてくれませんね。もうちょっと大御所感を出してもよかったのに。ごめん、意地悪で。現橘の本店は横須賀らしいが、サンタは復員してからしばらく、横須賀にいたと言っていたような気がする。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。